あ、ちょっとひんやりしますね。はい、で、ね、昭和29年改造って書いてますね。へぇ、すごっ。はいはい、おぉ。今日はね、二上鉄道の廃路線をね、歩いていくんじゃなくて見ていこうかなと思います。こんな感じであったんですね。ここからですね、片上から柳原。片鉄ロマン街道、ここはサイクリングできるっていうとこですね。その昔は硫化鉄を積んどった貨物列車、はい、それは頻繁に行きよったの、ね、はいはいはい。柳原鉱山から硫化鉄鉱ですか。そうそう、他社にこう山積みしたやつが、はい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 、大したもんじゃないんだろうなと思ったけど、意外と結構すごいですね、うん、抜け道みたいな、すごい。なんかあれちょっとひんやりしますね。夏が涼しいらしい。なんか秘境の中のトンネルのような、うん、昔はこんな綺麗じゃなかった。あ、も岩とかはい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 、トンネル2002年に綺麗になったんですね、うん。あ、これなんか坂になってますね。向こう側だから登りで。はい、で、さっきの入り口からスッとっていうことですよね。なるほど。立派なトンネルです。あ、でも1903年って書いてますね。でもそれ以前にはあったんですね。これがあれですか、プラットフォームっていうか駅の、まあ残ってるんですね、高見。まあ今エステとかなってる。
ね、昭和29年改造って書いてありますね。すごいですね、鉄橋。ちょっと寄り道でこんな自販機まだ残っておりました。動くのかなと。あ、なんか動いてそうだ。お、動きますね。あれ？出てこない。Hey boy！ 売り切れだったのかもしれない。金だけ取られたんか。あ、そうですね。売り切れ。あ、売り切れになってます。これこういう感じじゃないですか。あ、こんな感じで。ここにあったわけじゃない。向こうの辺ですか。あ、ここら辺だった。あ、本分け駅が、うん、これ線、ここから運んどったんですね。まだ計測が残ってる。いい、すごっ。はいはい、おお。なく台車、トロッコの台車。これ運んでたんですね。うん、でそこから片上鉄道の貨物っていうか、そうそうそう、に、荷物を出すのに、でこれ積んでたんですかね、さっきの。そうそうそう、これに埋め込んで、おそらく JR 松江駅。はい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 、すごいね。昭和44年、日本国有鉄道、国鉄で、まあ、こういうガイドブックみたいなやつもあります。和気の和気駅前のなんか観光的なスポットで置いてありました。
岩を避けるルートはなかったんだよな。ああもうすぐそこが川というか道だし。こんな感じになってくる。なんかありますね。なんかありますね。あ、これ自転車止めるとこかな。止めて休憩するのかな。涼しいから。ああ。ちょっと開けてきましたね。うわ、ちょっと心があるだけですね。あ怖いよ。なんか謎スポットですかね。こんな感じであるとはちょっと危険ですけどね。二垣駅。なんか配線みたいなの、火器厳禁って書いてますね。まああと駅舎って言ったら吉ヶ原ですよね。どれぐらい、これが、二垣駅と杖谷、備前塩田、備前福田、須佐井、美作、優香、吉
吉ヶ原柳原っていうことですね。まあその柳原吉ヶ原の映像は、概要欄載せてますので、ぜひ皆さん行ってみてください。サイクリングとか、まあ、歩きでもいいんじゃないですか。どっちでもいいかもしれないですけど、こういう感じでもいいかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで、ありがとうございます。まあなんかいろいろとねあります、見どころ、トイレとか温泉とか、まあ登山するとこもありますという感じで、ありがとうございました。この動画いつもタグ登録ボタン、バイトもタグ登録ボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。